こんにちは。世界94カ国を旅した旅作家のあゆみりえこです。今回は G カップ女子のナイトブラ紹介ということで、これね、実はコメント欄にリクエストがすごく多かったものなので、ちょっとご紹介していきたいと思います。で、今実際にナイトブラを下に装着しているので、ちょっとご紹介していこうと思います。じゃん、はい、こちらです。私がよく使っているナイトブラはですね、ノンワイヤーです。つまりここにワイヤーが入ってないタイプのワイヤレスブラです。やっぱり夜寝てる間は苦しいじゃないですか。ワイヤー入ってると苦しくて寝られないので、ワイヤレスのブラを選んでいます。もう私どうしても締め付けられるのが嫌なので、昼間もねワイヤレスブラ使ってるんですけど、どうしてもねこれね、締め付けられたくないからといって大きめのサイズを選んでしまうと、ここがねやっぱパカパカしちゃって、あんまりそのサポートする意味がないので、やっぱり試着とかしてジャストフィットのブラジャーを選ぶっていうのが一番いいかなと思います。でこの紐はですね、必ず一番長くする、はい、紐がこれ短いとだんだんねずれてきて上がってきちゃって、ポーンって抜けちゃって胸をサポートする意味がなくなっちゃうので、この紐っていうのは必ず一番長くします。はい、寝るときは必ず横向きに寝る。仰向けに寝ちゃうとベチャーっておっぱいが流れていっちゃって背中のお肉になっちゃうんですよ。それはかなりもったいないことなので、おっぱいの肉を背中に持っていかないためにも必ず横向きに寝るようにしています。仰向けも NG、横向き OK、 下向きはどうかっていうと、下向きは物理的に無理なんです。おっぱいが大きくなってるので、どうしてもねおっぱい潰れちゃうし、痛くて眠れないっていうのと、ここに段差ができちゃうので、どうしても物理的に不可能なんです、下向きに寝るっていうのは。これはね G カップあるあるなんですけど、下向きになって寝れないイコール、マッサージとかエステとか接骨院に行った時に下向きになれないんですよ、どうしても。なのでここにウエストの部分に結構クッション、厚めのクッションとかタオルを引いて、段差がねできないようにしてじゃないと寝れないっていうのはあったりします。まあでも実際に下向きになって寝ちゃうとおっぱい潰れちゃうので、それはもったいないので、下向きには絶対寝ない方がいいと思います。なので横向きですね、横向きに寝て、で毎回ね右向きとかだったら右ばっかりおっぱい大きくなっちゃうじゃんと思うかもしれないんですけど、人間って知らず知らずのうちにやっぱりね動いてるんですよ。そう、なんていうんですか、寝返り打ってるので結構左右均等になってくれるので心配はないかなと思います。というわけで、ナイトブラを選ぶ時の鉄則はワイヤレスブラを選ぶ、そしてこの肩紐は一番長くする、そしてパッドはできるだけ入れない。ナイトブラは別に誰が見るものでもないので、パッドは必ず抜きましょう。パッドを入れることによって潰しちゃうのでもったいないです。はい、そして必ずパカパカしない大きめのものは選ばない。必ずジャストフィットのものを選ぶ。寝るときは横向きで寝る。これがバストをね、夜成長させるのに一番適した、環境じゃないかなと思います。よくナイトブラで大きくなりましたとか、サプリメントで大きくなりましたとかよく言う方いると思うんですけど、これは私はないと思います。おっぱいっていうのはまずね、脂肪がないとおっぱいにならないので、ある程度やっぱふくよかじゃないとおっぱいはあんまり大きくならないと思うんです。だからよくガリッガリな人がおっぱい大きいっていうのはちょっとね違和感っていうか本当かなと思っちゃいます。理論上はやっぱり全部脂肪でできてるので、太ってるというか、まあからさまにガリガリの人がおっぱいあるのはおかしい、理論的におかしい。やっぱりおっぱい大きな人っていうのはふくよかな人、ふくよかなんですけど、で一番いいのはおっぱいをすごく大きくなるぐらいまでふくよかに超えさせて、で気になるところを筋トレで引き締めていく。でも体重は大きいんですよ。体重は結構あるんですけど、引き締まった体におっぱいが大きいっていう風な、まあ、メリハリのある ボディになるかなと思います。結構外人の女性とかそうなんですけど、体重かなりあるんですよ。多分ね、ビヨンセさんとか、あのジェニファー・ロペスさんとか、かなりもう60何キロぐらいあると思うんですよ。ただ、引き締まってるじゃないですか、結構。で、おっぱいが大きいっていうね、メリハリのある体だと思うので、そういった
ったボディに日本人がもうちょっとなっててもいいのかなと思います。あんまりにもガリガリにおっぱいだけあるっていうのはおかしいですよ。やっぱりふくよかだからおっぱいがあるわけで、はい、あからさまにガリガリでおっぱいあるっていうのはちょっと、うん、おかしいし不自然かなと思います。はい、というわけでこの動画が良かったよ、少しでも参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみれいこでした。